前田です。アウンド松本です。皆さんお元気でしょうか。はい、今日はですねテンション高いんですよ。私の大好物はこの岩牡蠣、でかいですよ。顔ぐらいありますでしょ。この牡蠣の剥き方、皆さんにお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではこの牡蠣を剥いていきたいと思います。それでいつもですねここら辺に柱があるんでここから行くんですけど、岩牡蠣はですねここから攻めるといいです。ここから、はい、行きましょう。これ慣れるとですね全然力いらないんですよ。はい、スースッと入っていきますね。はい、でこの横に一回揺らしてこの入っていきましたら、もうあと力いらないで、このままこのでこのように入っていきますんで、柱をまず取っていきます。クラス、こんな感じですかね。その下一気にここを開いていきます。皆さん手切らないように気をつけてくださいね。これやるとき、岩牡蠣です。はい、ここでここにまた柱がある、のでここですね下からなぞっていきます。よし、見てください、これも最高ですよね。これもうそろそろ旬が終わるんで食べ逃しのないように。はい、行きましょう。大分産の岩牡蠣出来上がりました。剥いただけ。それでは見てください、これ早速食べたいと思います。最高でしょこの岩牡蠣。まあ、やっぱ夏牡蠣っていうぐらいですから今しか食べれませんので、はい、レモンを絞っていただきたいと思います。見てください、この大きさ、もう顔ぐらいありますけど、これカットして召し上がる方もいるんですけど、もう僕はですよ、これカットはお店でもできるんですけど、もう僕はやっぱりこのままガブッとこのクリー、海のクリーミーなところの味と柱の味と、この一口ではいけないんで二口でいきたいと思います。それではいただきます。くぅー、きたー、これですよ。うん、うまい。なあ、これ本当に口の中でもクリーム爆発しますよ。でちょっとね、柱の味を食べる前にやっぱこれちょっとまだ今日もファールしました。いただきます。いやー、うめ、幸せ以外何物でもないですよね。それではこの柱の味をいきたいと思います。贅沢ですよね、もう贅沢の食べ方。一言で言うと、もううますぎる、もうこれしか出ないですね、このビールと。もう最高ですよ、まだ明るいですからね。はい、もう皆さん夏のうちにですね、夏終わらないうちにこう岩牡蠣を食べて、うまい酒飲んで元気に乗り越えていきましょう。それでは皆さん、素敵な一日を。ありがとうございました。